新春特集、はじめに新型コロナウイルス感染症対策について調布市医師会西田会長にお聞きしました。調布市医師会の西田会長にお話を伺います。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。新型コロナウイルスの感染がまだまだ広がりを見せていますが、調布市のこれまでの状況はどんな状況だったんでしょうか。状況、感染の状況ですね、最近になってかなり数が増えています。この県域は北多摩南部6市、北多摩南部という県域で6市をまとめているんですね、保健所が。でその中で今調布市が一番多い、患者数が一番多い、今までの感染始まってから累計数ですけども一番多い状況です、これまではちょっと心配な人というのは、帰国者、接触者、相談センターにまず相談してという流れだったんですが、最近はその流れが変わって、かかりつけ医に相談することになった。そうです、そうです。相談窓口は従来は保健所あるいは東京都の窓口だったんですけども、まずはかかりつけ医にいる方はかかりつけ医で、いない方は相談センターに電話というふうに流れが変わってますね。じゃあまずは、近くのいつも見てもらってる先生、まず相談です。もしそのいつも見てもらってる先生っていうのがない場合というのは、どういう方に相談？東京都の相談センターに電話いただければと思います。まずは疑いがある場合はそこに電話をしてもらうということなんですね。発熱外来という言葉をよく聞くんですが、その発熱の基準っていうのは何度？そうですね、これもまあいろいろ言われてますけども、7度5分ぐらいを一つ の基準にして構わないと思います、7度5分ぐらいあったら発熱してるなと思って、いきなり病院に行くのではなくまずは電話で問い合わせです、というのは今医療機関によってはその発熱患者さんと普通の別の患者さんを分けるために時間差を設けたり、あるいはその診療スペースを分けて空間差ですね、それぞれ工夫してやってますので、必ずかかるときは電話連絡してそこら辺を確認してからかかってます。先生の病院ではどのように対応されているんですか。私のところは基本午前中だけが外来で、午後は在宅医療をやってるので、午前中の時間差作れないので、待合スペースを完全にセパレートして対策をそして PCR 検査についても伺いたいんですが、調布では独自の対応されているんですよね。調布市では5月20日から割と多摩地域で早い時期から、着手できたんですけども、かかりつけ医の先生が PCR 検査必要だなと判断したらそこの PCR センターに申し込みをして、で当日車で行っていただく、ドライブスルー方式でやってますので、調布の医師会でやってくださっている、ということなんですね。調布市から委託を受けてやってる感じです。その調布の PCR センターならではの特徴っていうのは何かありますか。病院ですとか、保育園とかそういうところで、PCR 複数やる必要があるときに出張で行ってます。そういうこともやってます。じゃあ出張でその組織の皆さんを検査をしたり、そうですね、一度に30人やるとか、直接依頼することができるんですか。そうです、そういう施設から言っていただければ我々も予定組んで、改めて、まだまだもう終わりの見えないこの感染症なんですが、私たちはまずやっぱ感染しないことが一番重要だと思うんですけれども、どういうことをするのが大切ですか。これは毎日もう耳にタコができるほどテレビで皆さんご存知とは思うんですけども、3密を避けること、それからあとは、大人数での会食を、これが一番危ないんですね。これを慎んでいただきたい。特に飲食だけじゃなくてアルコールを伴うようなものは本当に避けていただきたいと思ってます。それからあとはそうですね、もう一般的に言われているマスク、手洗い、手指消毒、そういったことを守っていただく。あとは、十分な複数人数がいるところは十分な換気を保っていただく。それからソーシャルディスタンスを保つと、
まあ、そういったことに尽きると思いますね、まあ、少しずつ私たちの生活も距離を保とうとか、手を消毒しましょう、マスクをつけましょうっていうのはだいぶ馴染んできたかなという印象を受けるんですが、その大勢の会食ってよく聞くんですけど、じゃあその会食の何がいけないのか、具体的にどういうことがいけなくて感染会食するとですね、まあ、一般的にアルコールが出ますよね、そうするとついつい気が大きくなって声が大きくなるんです。そうすると飛沫が確実に飛びます。で、皆さんやっぱ近くで喋りますので、もうそこが一番の感染の機会なんですよね、そしていろいろ制限されている中で、なかなかお家から出る機会がないという方もいらっしゃると思うんですが、それもまた問題なんですよ。そうなんです。だから第1波第2波が、を経験して、それまではもうとにかく自粛しなさい自粛しなさいで皆さん家にこもってたわけですよね。ところがそういう生活をちょっとこう分析してみるとですね、認知症が進んでいるとか、あとはフレイルといって、まあ、虚弱ですよね、が進行するということがもうデータとして出てきているんです。ですからまあ、今はちょっと第3波で上っているところの上がっているところなので、あんまり声を大にしては言えませんが、やはりある程度感染が落ち着いてきた段階で、正しく感染予防をして表へ出ようという、そういうやっぱりこう啓発というか、そういうことはやっていかないといけないと思ってます、はい、では最後にですね、先生から市民の皆さんにメッセージを頂戴できますか。もう今大体言い尽くしたと思うんですが、必要以上に恐れないことですね。それからやはりきちっとした正しい知識を持っていただきたい。でもそのために我々医師会も皆さん方に新型コロナ感染症どういうものなのか、どう予防したらいいのかといったことについて、情報発信に努めていきたいと思っていますので、皆さん自己管理をしっかりした上でですね、まあ、適切な行動を取っていただきたいと思っています。はい、ありがとうございます。もう一人一人がしっかりと対策をして、心も体も健康でいたいですね。そういうことですね、はい、今日はありがとうございました。ありがとうございました。